NPB 史上最も容赦ない連携プレーが満場一致。文句なしのプレー内容がこちら。阪神清水捕手がウエストする際、なぜか打者側に移動して審判にぶち当てる。もうこれ以上の連携プレーないだろう。あなた、どう見てもレフェリーに恨みがあるとしか思えないんだが。一塁に牽制のサインで清水さんがファーストカバーに走ろうとしたらサインミスで投手が投球しちゃったということらしいぞ。ランナーの二塁到達速度を見るとすでに走ってたと思うんですよね。多分ウエストする方向を間違えてしまったのではないかと。どうやら真相はサインミスらしいな。それにしてもこんなミスをするってプロでもあるんだな。いやいや、サインミスした結果とんでもないダメージ食らってる人がいますやん。これリアルタイムで見てたけどマジで吹いたわ。これ以上ナイチンプレーで最高だ。キャッチャーが一切心配する素振りないのクソ笑う。これが黒い引きやな。ピッチャーめっちゃ焦っただろうな。あたふたしてるもん。審判めっちゃやめてるやん。絶対痛かっただろうな。あまりにもふざけた判定したら報復でこれやってほしい。阪神のキャッチャーはだいたいこういうのばっかやで。これ以降審判は阪神の清水という捕手を決して忘れることはなかった。こんな真正面からまっすぐストレート食らって絶対腫れてると思うが、マジで病院送りにならなくてよかったな。ピッチャーの絶対俺は悪くないって説明、この後審判にもキャッチャーにもしてるな。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。